ハンマー家の本家のハンマー陽先生です。ここで歌われてる君が代は岩尾となりての岩尾という名前、ハンマー家の本家の貴族、私のことを歌っているわけです。父もじいさんも同じ名前、じいさんは岩尾、二文字で岩尾、父は岩一って岩尾に一を書きましたね。で、福島原発東海村臨海事故というのは、両方とも事故じゃないんですね。で、私が3ヶ月前に東海村臨海事故が起きるか分かんなかったんですけども、原爆のことで、自分自身危ないなということでね、茨城県警察本部に電話をいたしました。そしたら3ヶ月後に、私の住んでる近所ですね、だいぶ近いんですけど、まあやや離れてますけども、臨海事故を起こしました。で、福島原発も同じ、前もって4ヶ月ぐらいですかね、やっぱり、私は超能力を聞きますから、地震が起きて福島原発が起きるというのような危機を感じまして、鉄管とかですね、単管ですね、家の補修を前もってしてたんですね。で、私に対しての危険であってね、本家の貴族としてね、この事件に対してはね、政府がね、起こった付け火だったということですね。で、私がね、本物貴族で、人間全員が嫌うわけです。で、作った大統領の方、天皇家とかイギリスエリザベス女王家ですね。私の本家の方は古いんですけどね。また私が人間でない上の生物だということは皆わかるんで、本物の王なわけで、体がちょっと違うわけですね。で、ノーベル賞だろうと、ギネスだろうとね、ノーベル賞でも全部、どの学問でも私の方が上ですね。ノーベル賞を取ってる人、今までいるけど、どんな人よりか私の学問が、桁外れて上でね。で、皆が絶対、考えないと。本物の、そういう貴族をですね。で、そういうことでね、私に対しての世界中の、国が、つけた、事件なんですね。福島原発をやっつけてやろうということでね。で、世界からの役所から来たもんだから、東京政府ですね、総理が、東京、北海のみんながね、強制してね、また事故を起こすように、また途中でまた命令しましてね。で、全員死亡したわけですね。働いてる人全員死んだわけです。で、福島原発を起こしたわけですね。で、全部私が前もって自分の危険だから通報してるわけですね。それからマレーシア航空機の撃墜もね、ロシアの MT-4 の投資市場、世界最大の投資ですね、の会社が、私が投資で稼げるということね、無限に稼げるということ、能力が高いんで、で、突っかかってきて、戦争を打ってきたんですよ。で、ホームページを消されてね、突っかかりですね。で、それから3ヶ月後、私が高級リゾートのあるマレーシアですね、いいんで、東京の
販売店の方でお願いして連絡してて、乗るかもしれないというような、としたマレーシア航空機を撃墜したと。私に対して、ね、全部私に対しての攻撃でね、やってきたら、そういうふうにロシアは怒ってきたんで、戦争を打ってきたんですぐ分かったんで、自重しまして、乗らなかったんで、で、遠くの、私の方の法案を取ってない、状態のね、とこでやられたんで、簡単に撃墜されたんですね。で、マレーシア航空は、親戚というか、日本航空の幹事とか、マレーシア航空の所長もやってるんで、別々でね、そういう事態も、わかるんだけども、事故は違う、マレーシア航空ですよね。日本航空じゃないですね。日本航空は取締役とか、幹事ですね。幹事取締役とか、所長、ね。マレーシア航空の所長やってるんで、別々の人がね。親戚や関係者でね。それで、またね、そういう関係者で私に対しての対抗で、日本航空を追い出されてますけどね、私は本家の関係でね、力関係が、私に対しての、圧力、世界の政府の圧力というかね。で、それに対してはね、私は本家で